みなさんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィン、しめじばんです。で、今回は何でしょうか。元気だな、もう元気上げていきましょう。夏ですよ、皆さん。夏休み目前ですよ。ということで、はい、まあ、前回やった、はい、スクイーズを切ったら中身どうなってる企画の第2弾です。いやいや、じゃあ第2弾ついに開催ですよ。皆さん心躍ってますからね。地味な手元だけの企画だから。いや、そんなことないですよ。皆さん期待してますから。じゃあ今回は前回と違ったスクイーズ、どんなのでやるんですか。まずこれ豆腐ですね。これもそう、膨らむタイプ、はい、金の延べ棒で、これはい、うんちくん、これもプニーって膨らむやつね、うん、最後これ、俺これ大好きなやつ、ほら、うわうわ、超気持ち悪い、気持ち悪いけど癖になるやつだよね、これ。そう、早速切っていきましょう。まずはこちらのお豆腐から。でこれもね、中は液体っぽいですね。早速いきますよ。はい、レッツオープン。スクイー、うわー、勢いよく飛び出してきた。これも水ですね。もうサラサラしてる、本当に水ですね。そうだね。じゃあ渋谷ジャパンさん飲んでもらいましょう。なんで飲むんだよこれ。夏だから喉乾いてるでしょ。飲まねえよ。ゴールド 12.5kg、 確かに重いですよ。純金 99.999%。 いきますよ。中も金ピカなのか。たた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 、真っ二つ金の延べ棒。おお、すげえ、カスタードクリームみたい。すげえ綺麗、綺麗な黄色ですね。こんな感じなの。たい焼きの時は白かったっけ。そう、真っ白だった。あ、これ白いかと思ってたら、しっかり中もちゃんとなんか金に寄せてきてるね。そうだね。さあ、いきますよ。これうんち色だったらすごい、ね、ちょっとやだね、飛び出してくんのが。確かに。いきますよ。どんな感じなんだろう。いや、見て、綺麗な綺麗なうんちくんの色であって、おお、こちらも綺麗な透明な水でございますね。中身は完全な水でございました。裏側どうなってんの。好きだね、うんち裏返すの好きだね。好きじゃねえよ別に。ちょっとグローテスクな感じだったんですけど。こんな裏返すとちょっとね、なんと見えない形になりますけど。さあ、ということで主役ですね今回の。そう、これが一番気になりますよね。これね、気持ちいいんだよね。気持ち、見た目は超気持ち悪いんだけど、うん、結構気持ちいいんだよねこれ。そう、この網やみからね、プニュッと出てくるね感じが伝わっていいんですよ。じゃあこれ膨らませた一つずつ、はい、ちょっといきますよ。どんな感じで出てくるんだろう。じゃあまずここ、いきます。あ、ツルツルしてる。あ、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 出てきた出てきた出てきた。スライムよりも硬い。マジでスライムじゃないんだ。あ、で、スライム、スライムか。青のスライムが飛び出てきてます。ちょっと他のとこも切っていい。はい、どんどんいっちゃってください。うぅ、おいしょー、ふにゅん。さあ、こっちもふにゅん。気持ちいいね。やっぱ青のスライムだね。青のスライム、うわーわーわー、グロテスクなことになってる。うわー。じゃあこれをうんちに詰めてきますか。どんな仕掛けだよ。